やっぱりここに来たらしゃぶしゃぶの食べ放題だよね。今日はちょっと奮発して国産牛ロースにしちゃった。いただきます。うーん、おいしい。やっぱりここに来てよかったね。締めはうどんか中華麺か卵雑炊があるんだって。じゃあまずうどんから作ってみようと。このうどんつゆをだしを取って、まだかな。見て、すっごい太い。これ、どん兵衛の特製麺なんだって。いただきます。うん、もちもち、すごいもちもちしてる。これは食べ応えあるね。じゃあ、中華麺も食べちゃおうかな。まず麺を入れて、ごまだれとラー油。お、なんか担々麺っぽくなってきた。またほぐして2、3分待ちます。そろそろできたかも。はい、いい感じ、いい感じ。いただきます。いい香り。うん、うん、ラー油のピリ辛が美味しい。担々麺もいいね。